はい、酒好きな新潟人の飲酒動画です。今回は富士山6、新しくなりました。新登場、ノンチルフィルタード製法採用ということで、値段が、700ml で1500円ぐらいかなになりました。原材料がモルトとグレーン、アルコール度数 50%、 富士御殿場蒸留所の、ウイスキーですね。ということで以前までのやつも用意してありますので飲み比べたいと思います。それでは飲み比べね。ちょっとですね、今ですね、喉が痛い。風邪っぽい。ちょっと風邪っぽいんですが。多分俺の予想だとまずくなってるとは思うんですけど。どうですか？それではまず新しい方の富士山6いただきます。乾杯。じゃあ古い方、なんかやけにアルコール臭強えの。アルコール臭強いね、新しい方。でも香りの総量が強くなってる気がする。なんかアルコール臭強くなった代わりに、香りのウイスキーの香りっていうのが強くなったかな。まあ富士山6は基本的にハイボールで俺は飲むんで、でもやっぱアルコール臭強いね。なんかこのオークマスターみたいにアルコール臭が強い。昔の富士山6に比べるとだいぶ強いですね。もうアルコールって感じだけど、樽の香りはしっかりするんで、まあさすがにオークマスターというか値段高いだけあるっていう感じ。もうオークマスターはただの、アルコールだからね。味がアルコールなんで、もうどうしようもないんですけど。でもやっぱりちょっと劣化してるな。富士山6もアルコール臭。
この普通の、あの、今までのやつに、やっぱりなんか、あの、アルコールを足してるような味わいです。個人的に。そう感じます。俺は、あくまで、俺の感想だけど、やっぱり、今までのやつの方がアルコール臭が弱いんで、うん、同じ度数なんだけど、やっぱりアルコール臭が強い弱いっていうのがある。かなと思います。ただ香りはなんかね、アルコールのせいか、なんかやけに香るなって、口の中で広がるなっていうのはあるんだけど。でもまあ、コクもないし甘みもない。香りはまあ、香るけど、これで1500円でしょ。とりあえずハイボールで飲んでみて、ちょっと判断したいですけど、まあ普通にストレートに飲んだ感じはまずい。やっぱ劣化してますね。富士山6も。今までの富士山6の方がだいぶ美味しいんで、甘みもあるし。今までの富士山6よく甘みが減ってるし。うん。これはちょっと俺は、まあ、ストレートで飲んだ感じで言うと、やっぱりアルコール臭が非常に強いので、これは買いません。まあ、これでハイボールで、まあ、今度また飲んでみますけど、ハイボールで飲んでみてどうだっかっていうのが、まあ、わかりませんが、とりあえずストレートで飲んだ感じ、2242です。ご視聴ありがとうございました。